こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はアグアカリエンテというキャンプ場に行ってきたその2のお話です。キャンプ場のサイトから温泉が湧いているんです。そこにミツバシやカエルがこの温泉の水で生息しているんですね。ちょうどご覧いただいているこの場所から湧き上がっているんです。そして、下に向かって、ちょろちょろ流れているんですが、草がね生い茂ってて、その実際に、流れているところはちょっと見づらいんですけれども、こんな形でねキャンプ場の中に温泉が湧いているんです。でその水を利用したプールがこちらになります。今回ね COVID-19 の関係で、屋外プールは許可されているんですけれども、屋内プールはね、閉鎖になってしまいました。今回はねここのお水は温泉ですのでね、35度ぐらいあると思うんですが、まあ、そんなに暖かくはないんですね。ただね気温がすごい高いんです。だもんですからね、ちょうどこのぐらい の温度でちょうどいいんじゃないかなと思います。そしてねちょっと一時騒然となりました。みんながわーっと指を指すのでなんだろうっていうことで、カメラの方向けてみましたら、なんとですねビッグホーンシープが遊びに来るんですね。これはファミリーなんでしょうかね。上からポンポポンと坂を駆け下りてきました。それでねここに来ている方々が一気に写真を撮ろうということでわーっと近づいてきました。そんなねすごく自然が素晴らしいこのキャンプ場なんです。今回はね本当に1日ということで、12時にはねもう出なくちゃいけないので、これで、家路に着くということになります。まあ、このキャンプ場ね私にとっては非常に素晴らしい場所で、まあ、一つね問題っていうのはやっぱりインターネットがね つながらないっていうところが辛いですね。この先の3マイル先ですか、そこに行くとねつながるので、ちょっとね数日滞在するときはメールを読みにですねこの3マイル先に行ったりします。まあねイーロン・マスクのスペース X が今衛星をいっぱいねインターネットの衛星を打ち上げてますのでね、来年にはねひょっとするとこの辺もね衛星インターネットが利用できるようになるんじゃないかなと思います。まあ、そうなればね今どこのキャンプ場行っても通信がなくて困るとかいうこともなくなりますので、非常に、いい時代になったなと思います。ではまた。ロサンゼルス在住ティムでした。